で上にバイパスができております。できてるというか今作ってます。まだトンネルにしては作ってますね。作ってない、できて、開いてないですね。でこの真正面にこのハイトンネルありますんで、ここ直角なんですね。これ対向車来てない、はい、ニューヤマツリと、そして二股トンネルとなっております。こんばんは、フェマルでございます。今回はこちら長野県の長和戸ダムで、あずさ湖っていうになるかなになります。こちらの方の入山水道ってのがございます。こちらの話題と前回、まあ、どっかで言ったかもしれないんですけど、この上に廃展望台とでハイトンネルがあるっていう話あって、それもやるって言ったんですけど、それは断念します。ごめんなさい、あれはちょっともう無理っていうか、ちょっと危険も伴うのと、私ちょっと体力的にもう疲れましたということで、二股水道のお話となります。よろしくお願いします。おお、この通りね、入ってくる前にこうやって今クラクション鳴らしました。これがニューヤマ水道でした。ごめんなさい、間違えた。これこうやって、ほら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 、あー、これはでかいからあれだ、大変だぞ。あれ対向車で、その今も多分クラクション鳴らすかやると思うんですよね。あれ、あそこも直角カーブですからね。あそこで対向で大型車来たら大変ですからね。本当大変なんですよ、ここは。二股トンネルになってまして、こちら側の左側が新ニューヤマトンネルで、右の方、高山上高地方面が、ニューヤマ水道となっております。こんな感じですよね、二股で分かれております。あんまりちょっとね、こちら側の方に行くと狭いんで、あんまりうろうろできないんで、今のうちにいないうちにね、という感じの、まあ、二股トンネルってだけでなんか面白いですよね。なんかね、こういう状態のトンネルでございます。で、まあ、このトンネル自体もその上にバイパスができたら、これどうなるのかね、旧道として残るんだとは思いますけども、このようなすごいトラックが行き交う、こういう大変なことはなくなるとは思うんですよね。はい、こんな感じでございます。すごい今誰もいないから言ってるけど、ここも先が見えないもんですから、トラック同士すれ違う前に危ないんで、パッシングとかで合図してるわけですね。はい、ではバイナラでね、本当大型車同士来るとえらいことになるんですよ。うわー、またでかいトラック来たよ。うわー、ほらほらほら、どうする、いやー大変じゃん。
当この道はね、大型車さん来ると本当大変だから、もう早く新しいトンネルを作ってほしいと思ってますよね。でここ観光道路でもあります。上高地へ向かうバスが頻繁に通りますんでね、そのバス同士がやっぱすれ違うことも多々ございますから、そういった点でもやっぱね、早めに早めに作ってもらいたいもんですよね。はい、ちゅうことで本当にもう、まあ、過酷なトンネルでございます。じゃあこの先を進んでみましょうか。もちろんここ一方通行になってまして、入山トンネルですよね。この古びたこの一直線道路のこれ看板ね、まあこの事故のボタンも結構押されてんじゃないかね。さっきもなんかぶつかりそう、一瞬ぶつかりそうになりそうになってましたからね。こちら入山トンネルでも新入山トンネルって言ってますけども、実はこっちの方が古いんですねこの道路自体は一方通行にはなってますけども、現在ね、過去こちらのトンネルというのは両側通行でした。で、なぜかっていうと、向こうのトンネルの方ですけど、あちらの方はもともとなかったんですね。それはこのダム建設の時にあちらのトンネルはまだできてなかったんですよね。で、ここのトンネルを交互通行にしておりました。で、その名残というのがこちらの信号機なんですね。トンネル内事故発生とか、こんなん普通は一方通行のこちら入ってこないんだから意味ないじゃんって言うんですけど、で、赤信号もこれその両側通行時代の片側交互通行時代の名残じゃないかと思われます。そしてこのダムができた後にこちらの入山トンネルが完成しまして、こちらの方は両面通行、あちらの方は片側通行という振り分けになった二俣トンネルでございます。なのでね、あの二俣も一気にできたわけじゃないってことなんですよね。バス入ってきますけど、ほらほら、もう戦々恐々ですよね。こんな、今もうこれ急に止まるからね、今対向車来てると思うんですよね。という、まあ、過酷な二俣トンネルでございますわ。本当に早くね、本当新バイパスができることを切に願っております。本当に本当マジでね。こんなでっかいダムがありまして、この上を車が走ってるっていう寸法でございます。で、ちなみになんですけども、ハイトンネルのネタやろうと思ったんですけど、まあそれはちょっとあの上の話になってまして、立ち入り禁止なんですね、あそこね。まあそのトンネルは封鎖されてますので、まあちょっと立ち入り禁止区域なんでね、行かないでおきます。この山の上の方にあるそうです。で、そのアクセス路がね、どうもこの道なんでね、これ柵があるあらしいんですけど、そこも通れないと思います。今そこだけ行ってみますけどもね。じゃあその上に行く通路というか、それがね、ここが空いてるんですね。ここ一遍行ってみて調べてみましょう。で、過去はその廃展望台へ行く、ここアクセス路やったと思うんですよ。で、ここに関しては全然今行き止まりとか何もないんですけども、これはなんだ、あ、これは何するやつなの、これ。クレーン車系なんですね。なんかよくわからんけど、あの上、どっちだ、しんどあーね、鍵がかかってますね。なので昔ここから先で廃展望台行けたんやと思いますね。で、その先にまた廃トンネルがあるんやと思います。で、さらにまたここ上あるんだよね、これ。めっちゃ長いけどこうしょ恐怖症の私に気持ち悪いトンネルです。階段だ、足がすくむ、あ、怖あ、逆に怖いわ、めっちゃへっぴり腰ですはい、ああ、展望台めっちゃ、うわ、めっちゃ眺めいい。
そして今ダム渋滞中トンネルで今大型車を行き違いを待ってるんでしょうね。そしてこの階段えぐいなこれ。そして、あ、慰霊碑があるんだ。あずさ川開発工事殉職者50人ぐらいも亡くなられてるんですね。皆様の、まあ、このね尊い命のもと、この大工事が行われて完成したんだと思われます。ありがとうございます。本当、あれまだ渋滞してますって。事故でも起こったんかな。行ってみよう。どうした、なんか叫び声してる、なんかすげえ叫び声してる。どうした、どうしたの。すれ違いできんのか。なんかすれ違いできんみたいですね。なんかあっち行った方がよかったねあ、当たったんか。何があったんですか。年内で利用できなかったみたいで。あのバスがですか。あ、なんですか。あ、まあこうやってようやく流れ出しましたけども、そこの展望台出る間の20分ぐらいは止まってたんじゃないかな。おそらくバスとトラックぶつかったっぽいですね。なんかね、多分事故があったんじゃろうと思います。はい、ということでこの二俣トンネル、まあオチとしては、まあやっぱりもうトラック泣かせの大型車泣かせのとんでもない魔のトンネルでもあったってことが判明したような気がします。早くその早期バイパスができることを切に願っております。ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。